消費税をカピバラスということで、今日はねザクで、とあるところに来ています。今日来てるのがですね、こちらの、JR 高槻駅に来てまして、でここからね、10分ぐらいのところにあるはずなんですけれども、ちょっとそこに行こうかなと思ってまして、で、ちょっとね朝予告したように、まあ、とあるところに、まあ、突撃取材といいますか、どう言ったらいいんでしょうかねという感じなんですけど、でそのね、道中ちょっと喋りながら撮りながらというところなんですけど、以前ね、こちらでもお話した通り、この撮ってるビデオがね非常に古いものなので、手ぶれとかがちょっとひどいのは申し訳ないんですけど、ちょっとご了承いただければなと思っています。で、高槻って聞くと、まあおそらく、辻本清美さんとかって、まあ政治にね詳しい方やったらパッと思いつくかもしれないんですけれども、まあ当然ねそんな、ビッグネームにいきなり突撃取材みたいなことはできないので、そういう方ではないんですけれども、ひょっとしたらね、皆さんもご存知の方かもしれません。あんまりね、あのモザイク処理とかするっていうのがなかなかうまくできないんで。